まあ、ずっと小さい頃からサッカーやってたんですけど、まあ、それこそ3歳からボール蹴ってて、で、まあ、そのままやってればおそらくまあそれこそプロサッカー選手目指してやってたと思うんですけど、小学校4年生ぐらいですかね、それこそ試合で怪我しちゃって、全治それこそ1年の大怪我で、まあ、手術しないと続けられないって言われたんで、なんか別に手術したくないしなと思って、でそれで、まあ、ずっとサッカーやりつつ僕映画がすごく大好きだったんで、それこそあの洋物の、アクション映画とかがすごい大好きだったんで、なんか自分がなんかあのなんていうんですかね、それこそスクリーンとかテレビの中に入っているのをいつの間にか想像するようになって、じゃあちょっとサッカーやめてきっぱりなんかそっちであのそっちに挑戦してみようかなって思って入ったのがきっかけで、小学校6年生ぐらいですかね、はい、そうですね、まあ、僕はそれこそまあ去年あ、幕末純情伝やらせていただいて、で、まあ、坂本龍馬と呼ばせていただいたので、あのすごくなんか濃密な日々を過ごしたっていうのと、あとは、まあ、塚さんの作品でいうとそれこそ塚さんとの出会いになった飛龍伝ですかね、やっぱりその辺はなんかすごく思い出深いというか、なんか飛龍伝やった年に僕広島に原爆落とす日もやらせていただいて、その稽古中がちょうど塚さんのその命日になってしまったっていうのもあったので、何かしらでこう毎年毎年塚さんの、なんかある時には僕も一緒にそこに参加できてるっていう、そういうのを思うとすごく幸せに思いますし、でも一つ挙げるとしたら、まあ、その大役を務めさせていただいた去年の幕末ですかね。本当に厳しいこともたくさん言われ、まあ、すごく悩みましたけど、でもやっぱり幕が開けて、お客様がすごく楽しんでもらってたのを見て、いや自分がやってたことはもう間違いなかったんだなっていうのも確認できたんで、あれはすごく自分の中でも大きな作品の一つです、はい、僕もともとアクション映画で入ったので、やっぱりそれこそ真田広之さんとか、まあ、堤真一さんとかがやっぱり憧れてますね、うん、堤さんやっぱりもう小さい頃からいろんなドラマ見させていただきましたけれども、体が動けて、なんかあれだけすごく、お芝居されてて、なんか両方できるっていうのはやっぱすごいなっていう、そこはすごく尊敬している俳優さんですね、はい、まあ、僕結構好青年な役が多いので、こんなに体大きいんですけど意外とそうなので、まあ、それこそ伝兵衛なんかは新しい挑戦だったりもしますし、ちょっとそのなんていうんですかね、ミステリアスな役とか、ちょっと何を考えているのかわからないような役っていうのは、なんかこの先挑戦してみたい、やってみたい、役の一つですね、はい。